露出が厳しいわね。ちょっと風が強いので風で揺れておりますが、まで動画でも映るかな、写真だと後で拡大とかした時には有利なんですが、動画でもこれくらいは映ります。こんな感じですね。実際にはこんな感じ。
これが600ですね。さらにこれが全画素超解像ズーム。全画素超解像ズームって手ブレが弱くなってしまうので実質使えるのはこの600までかな。三脚横で使ってれば全画素超解像ズームも結構いい線いけます。すごいですね、ここまで寄れる。